締め切り橋締め切り橋は埼玉県越谷市南小木島の元荒川に架かる越谷市道6831号の人道橋である。江戸時代には橋が架けられ、明治時代には長さ約29メートル、福員約3メートルの土橋が架かっていた。また、1924年には仙台の橋が架けられ、春光式も挙行されていた。 現在の橋は1937年巡航の RC 橋で市内の元荒川に現存する橋の中でも古い部類。橋長54.6メートル、福音4.15メートル。老朽化に伴い、大綱橋開通後の2005年度以降は橋の両爪めに車止めが設置され、人道橋として歩行者のみの通行が許されている。元荒川はかつて、 締め切り橋の上流で大きく北に蛇行するルートで流れていたが、屈曲していることにより大きな水害を発生させていた。そのことから1706年に稲市の治水事業により現在の流路に変更し、古い流路を締め切ったことから、小木島村の南部は締め切り地と呼ばれるようになった。そして橋が架橋されると、締め切り橋と呼ばれるようになったことが由来となっている。また、 かつて柏として1711年より設けられた締め切り菓子があった。老朽化により2021年5月1日午前10時から通行禁止となった。交通量が多く危険であるが400メートル下流側にかかる国道4号バイパスの元荒川橋か600メートル上流側にかかる大津那橋へ迂回を要請しているが歩行者の負担が増している。付近は 河川改修が計画されており、橋の架け替え、もしくは、廃止時期については未定である。市内に架か,かる、元荒川の人道橋として、文京大学前に架か,かる鉄橋などがある。なお、直線で西へ、約 6.8km 離れた場所を流れる、見沼大洋水島園と埼玉県道214号、新潟須賀埼玉線の交差地点には、道路2の締め切り橋が架か,かっている。 こちらも江戸期に同地点で神殿開発のため見沼を締め切った過去がある。橋の北側は住宅地、南側は農地と工業地が混在している。ありがとうございます。